こちらはね、こちらの2体は以前回したものです。ハトカーという商品なんですけども、今回はね、それの第2弾が出ていたので、気になってね、回してきちゃいました。当たったのはこちらですね。ブルーバックハトカー2、全6種の1回300円。ラインナップは、ドバとか、シラコバとか、キンバとか、電書場とかツイッターカーかなで、ハトカー、リアルなハトも混じってますが、ネタのようなハトも混じってて楽しい感じのラインナップになってます。ちょっと気になったのがやっぱツイッターカー、ツイッターかわいいなっていうのと、実にもうこの黄色のねハトカーが出てきてしまったみたいな。いいね、電書バトも可愛いし、ということで何が当たってもまあいいかなと思って、ちょっとねまた金バトと白子バトはちょっと微妙かなと思ってたんだけど、それ以外だったら何でもいいやと思って回したらね、まさかの回らなくてね、詰まってしまったんですよ。でお金返してくれるのかなと思ったら、なんか選んでいいですって言ってくれたんで、もうその場で選ばせてもらって帰ってきました。なんでね、あの前回のハトカーの時のデフォルメのやつがとっても欲しかったので、デフォルトのハトっぽいのが、今回だとこれだよね、ドバトカーってやつがデフォルトっぽいやつだったんで、もうこれでいいやと思って、たまたま目に入ったやつを選ばせてもらって、ラッキーでしたね。うん、ハトカー2、こちらもまた多分すぐなくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますね。前回もなんかこの2体をね当てた後にもう一回やりたいと思って行ったらもうなくなってたんで、今回のやつも人気があればねすぐなくなっちゃいそうですね。まあなんか行ったところによると、なんか先行発売っていう風になってたんで、まあだから本当出たばっかりというか出る前の商品なのかな。ラッキーでしたね。かわいいこれで、今回もこうやって引くとちゃんとプルバックで走るとってことなんですけど、ちょっとここの上だとやっぱ走んないね。3体揃って結構バランスもいい感じになって、とっても満足な結果ですね。これは今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。